の光栄って会社はね、もうすごい古い会社なの、はい、今年でね20周年を迎える会社なの。佐渡美より年寄りじゃん。そう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 、お前より歴史のある会社なの。でこの20周年を機に光栄さんはもう会社のマークを変えたりとか会社の方針を変えたりとか、はい、いろんなことをしてるらしい、はい、でそれどういうふうに変わったのかをレポートすることと、あと20周年だから20個プレゼントくれ。もらうんかい。もらうの。20個も。そうそうそう。すごいですね。そうそう気合が必要ですね。戦国時代を迎えたゲーム業界を生き抜く老舗光栄。1978年設立。パソコン版川中島の合戦から始まり、83年にはファミコン版信長の野望全国版が大ヒット。それからも信長の野望シリーズ、三国志シリーズをはじめ数々の歴史シミュレーションゲームをヒットさせ、歴史シミュレーションの光栄のブランドイメージを確立させた。その光栄が今年会社のロゴマークを変更。一体光栄に何が起こったのか。今夜のゲームウェーブは光栄の社長を直撃。新マークの秘密に迫る。愛人したくないですか。さらに20周年を記念して20個のプレゼントをゲット。その上光栄の看板をかけた社長とのゲーム対決を実現。なんと汗かきセールスマンまで出没。面白ゲーム進むでございます。今夜も最後まで目が離せない。それでは行ってみましょう。ゲームこの番組は任天堂、セガエンタープライゼス、デジキューブの提供でお送りします。秒間60フレーム、時速1500キロ、音より速い奴らがやってきた。世界最速レースゲーム任天堂64 F-0X。 落ち込んでいた湯川秀和についに朗報がもたらされた。専務、ドリームキャスト完成しました。そうか、ありがとう。ご苦労さん。できたよ、ついに。おめでとうございます。勝負はこれからだがな。お赤飯炊いときますから早く帰ってきてね。これでも CM に出なくていいわね。うん。なんでよ、お前知らねえのかよ。ドリームキャストってすげえんだぜ。よしよしよし、行きたいと思います。それでは専務どうぞ。専務、いかん専務。いや、この方が株式会社光栄の社長、襟川陽一さん。突然ですが10個の質問。すべてイエスノーでお答えください。第1問、カラオケが好きだ。イエス。第2問、よ社長と声をかけられるのが好きだ。ノー。3番、光栄の社員は幸せ者だと思う。イエス。第4問、光栄は儲かっている。イエス。第5問、今年のボーナスはちょっと払いすぎだ。イエスとノー。第6問、最初は正直言うとロゴを変えることに反対だった。反対。ノー。第7問、新社屋を建てるときは城にしたい。イエス。第8問、他のゲーム会社の社長は若造ばかりで話が合わない。ノー。第9問、戦国時代の例え話や格言を使って社員に説教を垂れたりもする。ちょっとイエスでほとんどの。第10問、ここにいる吉田さとみを愛人として囲いたい。イエスと言いましょう。でもノ。複雑だな吉田が。エリカ社長の人となりはもう分かっていただけたと思うんですけれども、吉田何か不満が。そう。何？愛人したくないですか。へちょっと私じゃ愛人は務まりませんかね。いや嬉しいし恥ずかしいし、でももうすでに結婚しちゃって一緒に墓場に入ろうって約束しちゃったんで。社長って名前がついてるとね、もう秘書は美人に限るわ。ちみちみ、愛人また囲っちゃおうかなっていう感じなんですけど、まあ、いろいろ最初10個質問させてもらいましたけども、
そうですね、新社屋を建てるときは城にしたいイエスですけど、これはもう歴史シミュレーションゲームから公演はスタートしましたんで、まあ、一番最初があの川中島の合戦、はい、で人気を博したのが信長の野望ということで、まあ、歴史をテーマにしたものが得意ですので、まあ、そういうふうなあの城をこうイメージしたものを作りたいっていうのは私の夢です。もともと戦国時代とかああいうもの好きなんですか？大好きです。私は31歳の時ですから16年前に初めてそのゲームを作りましたけども、あの頃普通のテープですよね。そうです、あのミュージックテープ使いました。じゃあその31歳の時に川中島の合戦ってことは、その前は 何をしたんですか？その前はですね、あの染料工業工業薬品の販売の仕事をしてまして、染め物の染料。そうです、染め物の染料です。染め物会社だったんですよね。そうですね、全然関係ないじゃないですか。それがですね、あのその染め物会社というか染料工芸薬品の販売を昼間やってたんですけども、それがなかなか商売がうまくいかなかったんです。それで夜はパソコンが好きでしたから、その鬱憤晴らしでゲームを作って遊んでたわけです。でそれが非常に面白かったもんですから通販を始めたんですね。でそれがこの商売のきっかけです。いやもう楽しいんですよ、ゲームソフト作りっていうのは。これはもう何者にも代え難いぐらいに本当に面白い。今回その会社のロゴを変える、はい、シミュレーションゲームの光栄から総合ゲームソフトメーカーの光栄へというふうな転換点がやっぱり今年になってるもんですから、必ず光栄を紹介するときには後ろにホラガイをフローフローっていう感じですもん、今まで。もうありがとうございます。そして新しいロゴマークがこちら。テーマは柔らかさと親近感。赤い丸はアイポイントとして新しい光栄の発展をイメージ。前のロゴと比べてみると思い切ったイメージチェンジ。新生公演にぜひともご期待をいただきたいというところです。あともう一個僕情報を掴んでるんですけども、はい、信長の野望が、はい、あのネットワーク対応になるっていうか、はい、ネットワークゲームをやりたいというやっぱりそういうニーズが私どもの方に随分ですね、うん、来ておりまして、うん、まあ、この際あの、まあ、パソコンのゲームソフトとしては歴史がありますので、うん、まあ、第一弾一番あの人気の高い信長の野望で、うん、対戦をやってみようと。でもネットワーク対応ってことはあれじゃないですか、ドリキャスでやればドリキャス、ネットワーク対応じゃないですか。そうですね。どうですかドリキャスでは。ドリキャスの可能性もありますが、まずはやっぱりパソコンの方がですね、はい、やっぱり1000万人インターネットユーザーいますので、はい、まあ、そこからスタートして将来は対応し何らかの形で作っていきたいなと思います。なんか楽しみですね、まあ、20周年ということで、はい、もうめちゃくちゃ楽しみなことが多い公演なんです。この20周年を記念してですね、はい、我々もやっぱりこの公演の20周年を盛り上げていかなきゃならないということで、ありがとうございます。こう20と20をかけて、はい、20個なんかくれ差し上げましょう。いいですか、こうあの会社の中回ってこう20個いろんなものプレゼントもらってって。はい、 OK、 吉田行く早い早いし、だって20個もらわないそこをもらっていいかとかまだ決まってないし、やっぱりやつは愛人には囲わない方がいいですそれだけは間違いない、ないです。今週のラインナップはこれだ。車の動きをリアルに再現した土屋圭一監修のレースゲームがこちら。リアルさとコントロールしやすさのバランスがまさに絶妙。ストーリーモードや対戦モードのほか、土屋圭一がテクニックを教えてくれるモードもあるぞ。シミュレーション RPG スクールはオリジナルのシミュレーション RPG を作れちゃうソフト。マップやイベントを考えたり、キャラの顔を描いたりと細やかな設定も自由自在。サンプルゲームも楽しいぞ。アーケードで人気の頭脳ゲーム、ビシバシジャンプ、スーパービシバシ、ハンドルジャンプが一つになって新登場。ボタン連打でシャーペンの芯を出すゲームなど、46ものミニゲームを収録。みんなでやれば盛り上がるぞ。7年前にアーケードで好評を博したアクションゲーム、キャプテンコマンドの移植版が登場。個性的なキャラは魅力十分。数々の武器を駆使しながら全9ステージのクリアを目指そう。3人同時プレイも可能だぞ。江戸時代をモチーフに世界を舞台にしたスゴロクゲームがこちら。空き地を買って店を開き、ライバルから買い物料金を徴収して総資金ナンバーワンを目指そう。ドラマチックな展開に興奮すること間違いなし。ガブルは宇宙人が活躍するアクションゲーム。ドリルやハンマーなどの道具を使ってステージを固定しているネジや釘を制限時間内に抜いていこう。ステージをクリアした時はきっと大満足。社長の許可があるからもうどこ歩いても OK だから。OK。大体なんか
結婚式場みたいな会社だな、こんな。すごいですよね。壁とか星だし。夜になると壁に星が浮かび上がる。なんともロマンティック。うわ、何ですか、あれあれ。うん、人の顔。吹き抜けの下には光栄らしい信長のドット絵。タイルの濃淡で見事に表現。おお、ここ社長の命によりプレゼントの徴収に参りました。参りました。社長が OK を出しているので拒否することはできません。できません。お仕事を続けていただいて結構ですが、私たちが手にしたものは全て20周年のプレゼントとして徴収させていただきます。できます。吉田、はい、この絵綺麗だと思わない？徴収します。そう。こういうのはやっぱりあれですかね、あの社外にはあんまり出回ってないもんですかね。この形ではないと思いますけど。相当レアですか？ええ、そう思います。徴収徴収。やっぱりこう時間がいる時にはこういう歴史もんの資料なんかも読んだり。ああ、そうですね、うん、歴史は好きですね。徴収。早いな。読み終わったんですよね。あ、さとみ。お、あ、昨日は作ってきました。ちょっといいんじゃないこれ。な、いつも吉田に見つめられながら。いい感じです。いい感じですね、これ。おー、ゴゴティ徴収。徴収。関係ないけど。あ、全部ダブつもり。あ、徴収終了。なんかここってさ、コンピューターゲームのゲーム会社の開発室って感じじゃないよね。なんかちょっと授業っていう感じだもん、なんか。開発室ではこの5点をゲット。デザインイラストは超レアな代物。何これ、アスレチックルーム。すげえ。何のためにあるんだろうこれ。うん、死ね。アスレチックルームは社員の健康に気を使ってできたもの。設備は高級スポーツクラブ並みに超充実。もちろん汗をかいた後のシャワールームだってバッチリ完備。なんかすごい綺麗。おいおいおい、こんな絶対深夜この時間にテレビ見たやつで吉田がシャワー浴びるシーンあると思うぜ。こんな、おやんのか、やんのか、おいやんのか。はい、バカはほっといて僕は別の部署にプレゼントをゲットに行ってきます。ゲーム業界最新のトピックス、ニュースエキスプレス。今週はこの冬発売の話題のソフトを2本紹介。桜大戦帝劇グラフは桜大戦ファンに送るシリーズ最新作。その中身は大きく分けて2つ、花組特別公演眠れる森の美女や恋恋大戦2帝劇軍人将棋が含まれたゲーム集。そしてもう一つは桜ワールドを網羅するテレビ CF や声優インタビューの入った設定資料集。ファンならずとも発売が待ちきれない。選択肢によってストーリーが大きく変化。何度でも全く別の物語、バリエーション豊かなパラレルストーリーが楽しめるヤルドラシリーズに最新作が登場。タイトルは雪割の花。舞台は北海道の港町。主人公は隣に住む OL に思いを寄せる。ある日警察官が彼女の身に起こったある事件の秘密を語る。静寂と戦慄の交錯する冬の物語が始まった。以上、今週のニュースエキスプレスでした。いやー、この秋ゲームウェーブが大変身。夢、悩み、願い事、ゲームのことなら何でも OK。 番組が本気で答えます。宛先はこちらです。ふるってご応募ください。よろしく。誰か僕デジキューブ。え、峠の速さはドリフトで決まる。下り3速全開、一発で決める四輪ドリフト。ごえーけどやっちゃう峠マックス2。俺に迫れるか。デジキューブ。ゲームはカラー。カラー。僕たちのゲームボーイがカラーになった。カラーソフト続々登場。
きなあのソフトもカラーで蘇る。カラーがあれば毎日楽しい。任天堂ゲームボーイカラー新登場。大都会の片隅に伝説のセールスマンがいる。すべては明るいゲームマニアのために夢と希望をカバンに詰めて。面白ゲーム進むは汗をかきかき駆け巡る。汗かきセールスマンが行く。はい。ごめんくださいませ。面白ゲーム進むでございます。あのですね、私ですね、ゲームのセールスマンをやってるものでございますが、はい、今回ですね、おたくさんと共同開発したいゲームの案がございましてお持ちしたわけなんでございます。実はですね、あの光栄さんの大ヒットゲームの信長の野望なんでございますが、あれにですね、こう通信対戦をつけたらこれはまたのバカ売れするんじゃないかと。大ヒットゲーム信長の野望になんと通信機能がついた優れもの。こう2人でこう信長の野望をやりながら、そっち持ってください、はい、今から姉小路に攻め込んでいいかな。姉小路に攻め込もうと思うんだけど。なんてね、リアルタイムで会話ができますとね、これ信長がより面白くなるんじゃないかということで、我が社と共同開発と。でこれ信長お宅の権利のもんでございますから、だからあの儲けの方は8割2割という形でどうだろうなんていうお話なんですが、いかがでございましょう。今私どもの方でもこちらの方に の信長の野望インターネットというものを開発しております。あんたパクったでしょ。信長の野望インターネットはネットワーク対戦型シミュレーションゲーム。光栄のサーバーに接続し、対戦相手が決まったらゲームスタート。もちろんチャットを使った会話も思いのまま。さらに同盟を組んで敵に攻め込んだりと秘密外交も可能。参加人数は最大8人まで。もちろんコンピューター対戦も OK。 これ要するに今現在このロビーのページにアクセスしてる人とまず話し合いができる。はい、できます。ほほほほ、いやここまででしたらまた糸電話でもできるんですよ。はい、あの糸電話さえ相手に渡っていればなんですけれども、ゲーム始まりましたよ、始まりましたよ、はい、おちょっとシンプルになってるんですね。はい、非常にシンプルになっております。まずはこの辺の空いてる領地に自分の軍隊を進めて、自分の陣地を広げるのが一番重要になります。なるほど、はい、あ、書状が来ました。この殿様をちょっとクリックしてください。書状が来た、はい、殿様から。今川義元に。今川義元、手紙が来ました。貴公には我慢ならん、覚悟をいたす。うるせえバカだよ、何言ってんだ、無視だよお前の話なんて、なんて言いながら、はい、やっていいわけですね、はい、やってね。あれ今来たのはプレイヤーからですね、お前に喧嘩売るぜっていう感じで。まさにあれですな、本当に全国の信長マニア同士の戦いでございますな。そうですね、はい、空いた時間に。ちょっと待ってください、あの私これかなりさっきから、ね、熱中してやらせていただいてるんですけども、はい、これはもうすでにこの段階まで開発されてるわけですよね、はい、これもう発売は10月2日になります。もう10月に出るってことは、はい、これはどうなるんですか。これ光栄さんの方ではお買い取りいただけないってことですか。これ大変あのアイデアは面白いと思うんですが。まったくもうちくしゃったにや出らんねえ。産業スパイがいたに違いないんだ。いやこの会社はね、普通の会社にないものがいっぱいあるよ。ここ屋上なんですよ。屋上なんですけど日本庭園。手入れの行き届いた屋上庭園、見事な眺め。ちょっと伊集院さん、何を持ってくつもり。結局庭園の石をゲット。しかし20個は大変だっつうの、マジで。これ何、社員食堂もらっちゃおっかな。ね、ザンザザーン。そっちなの。もらっちゃおっと。11時の方向に女見えます。11時の方向、飯食ってる女見えます。なんでひろこがいんのここに。いやなんか宣伝のキャラクターらしいよ。なんでさ、ダメじゃないわけ。これなんなのこれ。ん、ひろこちゃん可愛いから。あんた何そんなにすごい自分の好きなものばっかり並べて。だってさとみだってもうゲットしたもん。何ゲットしたんだよ。
それゲットじゃねえじゃねえか、取ったけど使わなかったやつじゃねえかよそれよ。お前すっごい楽してるだろ。いやこっち1じゃん、こっちでも10個だ買ってあ持ってるから負けなのこっちが負け。社員食堂でゲットしたのは等身大ポップ、メニュー表、調味料10種セットの3点。これで伊集院と吉田は20個のプレゼントの獲得にどうにか成功。ちなみに気になるその他の商品は光栄の関連商品グッズ、光栄の旧ロゴ入りのレターセットと社員バッジ、これから発売になる最新ゲームソフトを2本。社長室へやってきた2人はここで社長にとんでもないリクエスト。あともう1個あるんですか。まだもう1個、もう1個、いやいや、だってもう20個あるんでしょ。あでもやっぱりエクストラプレゼントっていうか、エクストラあのうまくこうペアとかにすればなんとかなりますんで、いやこれはねあのもう使わないよな、あれな、使わない、使わないですよ。いやですよ、もうあの表にあのこうやって同じマークの光栄っていう看板があるじゃないですか、あれ使わないわ。ダメですよ。もうだって違う看板作るじゃないですか。いやらないですよ、あれくださいよ。あれも私は抱いてこれから寝るんですからずっと。いやダメ、こっついよこっつい。そんな君さん抱いて寝てくださいよ。別にそんな安西も頼め、安西も気をかけてほしい。じゃあ方針演技にかけて、じゃあ私と、はい、今度発売する、はい、デストレーガーというアクションゲームで勝負をして、もし伊集院さんが勝ったら差し上げます。二人が対戦するデストレーガーは新感覚の魔法対戦アクションゲーム。速さ、力、拡散の3つのボタンを自由に組み合わせ、様々な魔法を生み出し、魔法バトルに勝利を収めよう。ファイツ。いやファイツはいいですけどあれだってまだ出てないじゃないですか。出てないです。僕あの触ったことないんですよ。じゃあこうしましょう。ハンデ少しください。ハンデいいです。その代わり負けたらもう諦めます。はい、ね、エクストラプレゼントですから、はい、それ勝ったらくださいよ看板。わかりました。今週のラインナップはこれだ。イースターナウ、プレイステーションで好評だった幻想水湖伝に移植版が登場。テンポよく進む正統派 RPG の楽しさはそのまま。今回オープニングムービーを一新、新しいイベントやセリフも追加されているぞ。スピンテイルはトカゲそっくりの主人公レノが活躍する 3D アクションゲーム。壁張り付きや尻尾攻撃など独特のアクションを駆使して全30ステージをクリアしよう。千田光雄がアテレコに初挑戦。探偵事務所の署員となり難事件に挑むアドベンチャーゲーム。さまざまな人物の証言を聞き、重要と思われる情報だけを追求して事件の謎を究明しよう。塗り込まれたシナリオは20丸。チンギスハンの生涯とモンゴル帝国の攻防を題材にしたシミュレーションゲーム。シナリオはモンゴル、日本、世界の3タイプ。両国を統治する血縁者を作り、ユーラシア大陸の統一を目指そう。ヨーヨーをテーマにした人気コミック超速スピナーがシミュレーションゲームになって登場。コマンドに表示される様々なトリックに成功し大会制覇を目指していこう。ヨーヨーを実際にプレイしている感覚が楽しめる。今週紹介するその他のソフトがこちら。プレステ用ソフトが3本、ゲームボーイ用ソフトが1本。以上イースターナウでした。光栄看板争奪、伊集院 VS 襟川社長デストレーガ対決。勝った方がもう看板をもらって帰ります。差し上げます。すごい自信なんだもん。そこで用意したハンデがご覧の6つ。果たして抽選箱から襟川社長はどれを引き当てるのか。注目の対決は CM の後。ゲームのなでしこは皆様の知らない私たちの思い出。機動戦艦なでしこザ・ブランク・オブ・スリー・イヤーズは音楽 CD 付きで登場します。セガサターン知ろう。今度はなんと偽物騒動。あんた役所会長でしょ。やだも吹っ飛ぶ強力魔法セガサターン専用 RPG スレイヤーズロイヤル2。あんた監修でしょ。セガサターン。生き方を選ぶのは私たちの。名前はメタルギアソリッド。コンビニで。峠の速さはドリフトで決まる。下り3速全開、一発で決める四輪ドリフト。ゴエッけどやっちゃう。峠マックス2。俺に迫れるか。デジキューブ。
この番組はデジキューブ、セガエンタープライゼス、任天堂の提供でお送りしました。なんと社長が引いたハンデは低周波治療器。来てる来てる、まだスイッチ入れてないし。あ、そうか。そんなこと言ってないですか。もうずるいんだから。もうなんだろうこれ。入れます。スイッチオン。あ、なんかタフしてる。ダメだって。よしだ。それやろ今まで。よくなんで負けてんだよ。なんで負けてんだよそれで。なんで負けてんの。わかんないよ俺も今から。あれ。あ、ダメだ。よし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 。こんなやろ今までよくもやってくれたのこの罪じゃこの野郎。あーあーよし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 。何やってんですか。シミュレーションシミュレーション。吉田ナイスアシスト。社長始まってますよ。そうですね。さんも。さんも始まってますからね。ちょっとこれここに置いといて。社長よいしょ。あれ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 。あれでもトップですか。よし。なんだそれ。ということは社長、まあしょうがないですね。ああ2人のあれだ、計略にやられてしまった。まあ、計略でも何でも僕らね、あの生き方としては、うん、あの戦国武将みたいに潔い生き方をしておりませんで、反則勝ちでも勝ってれば満足というそういう生き方をしてますんで、看板ゲットでーす。吉田、はい、これ俺たちのもんだから。レアかもしれないけど、うん、生活にあんまり必要ないんじゃないですか。じゃあお前の写真集は生活に必要なのかよ。はい。ご飯食べたりに使うのかよ。おかずに。ごちそうさまです。今週のプレゼントはもちろん公演の看板とゲットした20個のアイテムを全部まとめて1名の方に。宛先はこちらです。さて次週のゲームウェーブはレア物から最新作までみんなまとめて専用コントローラー特集、そして朝霞セールスマンの最終回。番組の最後は今週のソフト売り上げトップ10。「悲しくはないんだ」「君がもっと僕よりもっと傷つけばいい」また来週。ウェザーブレイク。関東地方の今日のお天気です。全般に晴れるところが多いでしょう。東京は晴れのち曇りでしょう。